おごめーん、大分の高っちょ親方です。今回は、まあ、割と久々ですかね、アイドルハロープロジェクトの話題、本日収録していますが、のが2021年の4月28日、ジュースジュースというグループ新曲発売です。おめでとう。今回ですね、ダウンタウンという曲、そして頑張れないよという2曲ですね、両演名でシングルが出されましたね。1年ぶりのシングル、井上玲々が加入して初のですねシングルです。こちらにつきまして、曲の紹介、そして、今回、まあ、サインもいただきましたので、サインとそして、トレーディングカードね、メンバー入ってますけれども、CD の開封の儀を行います。どうか今回もお付き合いよろしくお願いいたします。まずはじめに曲の紹介を行います。1曲目がダウンタウンです。こちらご存知の方も多いと思いますけれども、山下達郎さんがですね、所属してましたシュガーベイブさんの曲でございます。土曜日の夜にですね、こう友達と街中に繰り出して遊ぼうぜっていう曲なんですけれども、まあこのコロナ禍では厳しいですけれどもね、まあそのステイホームでありながらも、まあけどこうどこかこう街に踊り出した気分にですねなっていただければとメンバーはおっしゃっておりました。実は私この曲を知ったのは、実は今年2021年になってからです。これはですね、私のもう一つ好きな男性のバンドディーンがですねカバーをされました。ポップシティ、インシティというアルバムでシティポップをですねあれカバーされました。そしてですね、まあ、ディーンの場合はこうファルセット、まあ、もともと山下達郎さんも高い声ですけれども、ちょっとすみません風でちょっと私声が出ないですけどね、ディーンの場合はダンタンへ繰り出そう、もうちょっと高い声なんですけれども、でファルセットを歌ってて、まあ、非常にディーンバージョン私大好きです。今日も帰りの車の中で聴いてました。で、まあ、そう気になっている曲で、じゃあ、これまあ、同じ頃にですね、ジュースジュースがカバーしますと、まあ、リリースがありました。それを聞いた瞬間、ああ、この、若い女性アイドルが歌うダウンタウンってどんな感じになるんだろうって、かなり気になってました。まあ、本当でしたら3月末に発売だったのが、まあ、いろいろ車販の理由がございまして、4月のこの終わりになったんですけれども、すんごく楽しみでした。で、こう曲を聴きますと、かっこいいんですよ。こうクールな感じで、まあ、高い声もそうですし、こう結構大人っぽいですね、感じですね。ジュースジュースはもう、とにかく歌がうまいメンバーがたくさん揃ってるんですね。で、なんていうか、こう、大人っぽい、本当に曲。で、ミュージックビデオもぜひ、ご覧いただきたいですね。衣装が、白と黒のスーツですね。こう、ま、まるで、洋服の青山のような感じがしますし、あと、こう、化粧品が出てくる、コスメのですね、映像なども出てくるんですけれども、なんかこう、化粧品の CM みたいだとか、いろいろジュースジュースの公式 YouTube チャンネルでミュージックビデオ、今回2曲上がってますので、一度ミュージックビデオをご覧いただければかなり楽しめます。私がですね、余談ですけど、その洋服の青山の CM みたいでもあるというコメントをダウンタウンのですね、公式動画にどうかコメントしてますので、探してください。いいねボタンぜひね、押してください。いや、ほんとそれで、とにかくかっこいい、大人な、ダウンタウンですね。このジュースジュースを見られるということでございます。で、また見どころの一つが、感想です。感想でですね、井上玲ちゃんですね。今回、はい、まあ、去年2021年の、あ、ごめんなさい、2020年の4月1日に加入をいたしました。で、まあ、彼女が、まあ、加入して初めての、まあ、シングルということで、今回2曲ともミュージックビデオやこう曲でもですね、まあ、良いところをね、生かされてます。まあ、とにかく、レイレイといえば、この、ボイスパーカッション、ツクツクパッツッツッツッパッって、ちょっとね、下手くそですけれども、この感想にですね、レイレイの、ボイスパーカッションが入っているのも一つ、まあ、聞きどころです。で、ミュージックビデオで言えば、このレイレイが、ボイスパーカッションした後に、こう、おしゃれなメガネをチラッチラッってやって、お茶目な雰囲気にするところあるんですけど、あそこがね、た
たまらなく好きなんですよ。ぜひミュージックビデオをね、ご覧いただいて、で、ちょっとコロナかなり厳しいですけれども、まあ、家で、こう、ダウンタウンに繰り出した気分で楽しんでいただければいいなというおすすめの曲でございます。2曲目が、頑張れないよです。ちょっと、なんてネガティブなこの、後ろめたいタイトルなんだ。こう感じれた方、多いはずです。だって、メンバーでも、って突っ込んだらしいですよ。まあ、頑張れないよと聞くと、こうね、ネガティブ、こう、ちょっと消極的とか落ち込んでるような、雰囲気、印象を抱かれますけれども、実はそうではなくて、だんだんとこうね、一つずつ前に進んで、ですね、頑張れないよと言える時まで頑張ろうよってね、新しい夢に向かっていこうという、背中を押してくださる、実はこう、前向きな曲なんだというのが、一つ面白いところでございます。こちらもですね、まあ、その歌にちなんでなんですけれども、ミュージックビデオ、ぜひご覧ください、こちらね。今度は、ダウンタウンとは打って変わって、まず曲はバラードです。こう、王道のバラードなんですね。そして、衣装がですね、みんな白いワンピースです。まあ、どちらかといえば、今度はまあ、美少女といいますか、こう、お嬢様風な、お嬢様だと島倉梨花様ですけれども、個人的にはこう椿ファクトリーみたいな、こうまたですね、落ち着いた感じの女性の、まあ、ミュージックビデオだと感じがします。で、このミュージックビデオのポイントは一つ、井上レイレイです。最初、まあ、と最後にこうレイレイの顔がこうちょっとアップでピントは合ってないんですけど出てきます。その最初と最後の表情の違い、ぜひご覧ください。最初のレイレイ落ち込んでます。最後のレイレイ、笑顔がちょっとずつ出てきてます。というのも、この曲のように最初はこうね、マイナスなこう暗い気持ちからだんだんこうです、明るい気持ちに前向きになっていくというところをこうミュージックビデオでも表しているのがすごいんですよ。これレイレイラジオでおっしゃってましたけど、これのその表情の作り方、これかなりそのプロデューサーさんか現場監督さんですかね、かなりこう指導されたとかリクエストがあったようですね。ちょっともうちょっと笑顔を咲いてとか、よしここで笑顔にもっとなれみたいな感じでですね、本当にこの曲の内容を表すように、ミュージックビデオでもその変化があるというのはかなりこの面白いなというふうに思います。で、この、まあ、白い衣装の場面と、で、真中のダンスとかも見どころなんですけれども、あと、こう、夜の場面で、こう、メンバーが私服風な衣装ですけども、これも本当に可愛いなというふうに感じます。そして、最後のね、ここ、ルルちゃん、ダンバラルルちゃん、後ほどサインの時でもね、説明をいたしますけれども、とにかく歌が上手くて、聞かせます。メンバーもですね、このルルちゃんの落ちサビはもう絶対聴いてほしいというと思うんですけれども、私からもぜひミュージックビデオと一緒に、見て聴いてね、欲しいなというふうに思います。まあ、この曲実はですね、もともと去年のハロコンでも私まあ聴いてたんですね。この間私熊本公演でも確か聴いたんですけど、まあその時余談ですけど、高木さゆきちゃんまだいましたけどもね、最前列の私聞いてましたけど、本当にいい王道なバラード、歌声響くですね、こうジュースジュースの顔、声量とか歌唱力に似合ったいい曲でございますので、ぜひですね、後ろめったいからなんかなって遠慮せずに、ぜひ聞いてこう少しですね、明るくなってほしいなというふうに思います。まあ、ですね、ダウンタウン、そして頑張れないよですね。まずはサインからいきましょう。こちらまずリーザー、金沢智子ちゃん、かなともですね。いや、今回もですね、サインいろいろジュースジュース箱押しなんでですね、ね、誰にしようかなって悩んだんですけれども、まずはこのね、まあリーダーボー君ですね、いただきたいなと思いました。余談ですけどね、金沢智子ちゃんは B 型です。私も B 型ですから、まあ、私の過去の動画をご覧いただいた方は、ハロプロの B 型の女子結構好きになる傾向があるというのはご存知かもしれません。ということでですね、サインいただきまして本当にありがとうございます。まあ、残念ながら放送中には名前は呼ばれませんでしたけれども、ですね、こちら、生のパフォーマンス、また見に来てね、金沢智子、
じゃないですね。モノマネができずに申し訳ございません。私が送ったメッセージはちなみに、ラジオでのかなとの声が好きだということと、猫のね、ペットのスイちゃんも可愛いということと、また歌声を生で聞きたいですということをね、書いたら、このようなメッセージが来ました。余談ですけれども、最近ですね、ツイッターで、とか、YouTube でも有名になっているんですけれども、かのかすみさんってご存知でしょうか？かなともモノマネ芸人ということで、またこの渋いところをですね、チョイスされ、ね、されてる方なんですけれども、かななともこちゃんにそっくりで、声真似、歌真似をですね、されてる方と、最近ツイッターやりとりさせていただきました。昨夜も、ツイッターやりとりしてまして、そして今からも、またですね、この話題をですね、ご紹介したいというふうに思っています。いや、かなとも、本当にありがとう。もう一人がですね、こちら、ダンバラルルちゃんです。まあ、ジュースの中で現状ですね、現時点で、一番推しでございます。もうね、なんといってもまず、ね、これ、この子なんですけど、ちょっとピントが合わないですけれども、まず歌がとにかくうまい。カラオケバトルにもね、たくさん出られてます。たくさんというか、まあ、一回出られましたし、彼女の本当生歌聞いてください。このちょっと低めの声で、張り上げる声ですね。一人で生きられそうってとか、見上げてごらん夜の星を昨年のハロコン夏聞いたんですけれども、このルルちゃんは本当にね、想像以上に歌がうまい。生で聞くと、本当に泣きそうになりました。ね。歌もうまいですし、で、料理もできて。で、私本当好きなのが、字が綺麗なんですよ。私結構男女構わずこう、綺麗な字の人に憧れたり、魅了されたりするんですね。まあ私も昔皇室とか毛筆やってましたけど、ね、やっぱ字が綺麗に書ける人ってそれだけで印象がやっぱ違いますよね。本当親方さんってね、字が綺麗ですね。そのルルちゃんにはその昨年の夏のですね、ハロコンでちょっと泣きそうになるぐらい感動しましたし、ルルちゃんだけ唯一こう、舞台をですね、こう、右左とか真ん中でこう、歩きながら歌ってて、各方面に歌を届けられているのが本当、嬉しかった。ぶち嬉しかったっていうか、私コメント書きましたら、ありがとうって、もうちょっとルルちゃんの真似はできないんですけれども、調子のメンバーからね、サインいただきました。まあ残念ながらルルちゃんも、サイン会名前は呼ばれませんでした。ちょっと残念ですけどもね、またいつか名前呼んでいただいたら、なおさら嬉しいです。本当、ぶちありがとう。続きまして、今回は通常版がなんと4枚も届きましたので、今回ですね、この中にはそれぞれのメンバーの、フォトカードですね、トレーディングカードが入っているということで、恒例の開封の儀、取り行わせていただきます。まずはですね、ダウンタウンバージョンからですね、一つずつ開けます。今から本当に開けます。誰が出てくるかわからないです。じゃらん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 。チューラン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 。じゃん。3、2、1、0.9、0.8 です。すいません。じゃん。もう、かなともじゃないか。わーい。かのさん見てますか？引いちゃいました。ですね。ダウンタウンバージョン一つ目は、金沢ともこちゃんですね。で、続きまして、2枚目いきます。さあ、チューラン。チューラン、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 チューラン。ちゃん。あ、工藤夢ちゃん。タコさんですね。工藤夢ちゃんもほんと、真面目で可愛くて、で、タコ好きで、強烈なんですけれども、私はほんと好きですね。注目をしてますし、ファンクラブのなんか、バースデーイベントで、ファンの皆さん一人ずつにこう、折り紙を作ったというぐらいですね。本当に心優しい子です。さあ、ですね、ダウンタウンですね、かなともと工藤ゆめちゃんでした。続きまして、頑張れないよバージョン、今度こちらからいきましょうかね。こちらもね、白い衣装、どんな感じになるのかね。チューリン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 、3、2、1、アン。おマナカンだ。マナカン B 型ですよ、なんですけれども、いや、今回ね、実はそのマナカンレイレイとかもですね、考えてたんですけど、まあ、ちょっと予算の関係で、まあ、今回はかなともとルルちゃんにしたんですけれども、マナカンのですね、ラブリネスという
写真集、あの動画とかも動画上げてますね、ちょっとヒントが合うかな、ぜひ見てほしいですね。本当に可愛いです。あのこの間の熊本公演、私ハロコンで最前列見てたんですけど、最後あの舞台から上げるときにこうこっちで最後こう手を振りながら、こんな後ろに反りながら最後までファンの方にですね手を振ってくださったのが本当にありがたいです。これ本当落ちる人多いですよ。ということで真中頑張れ、もうそうそう、あの余談ですけど、これがね頑張れないよって曲ですけど、真中については頑張り真中できないよにしてくださいっていうツイッターがなんか面白かったのを覚えてますね。で最後4枚目ですね、こちら頑張れないよバージョン、チュルン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 、うわ来た集合。いやこれ嬉しいですね。ソロね、結構私ソロ弾くこと多いんですけれども、まあ、去年はかりんちゃん、ちなみにあのポップミュージックの時は弾いたんですけどね。いやこのやっぱり、まあ、7人組というのがですね、本当今回、まあ、初めてのシングルですので、これは本当に貴重なグループ写真でした。皆さんどうもありがとう。ということで、曲の紹介、そして、開封の儀、お付き合いいただきましてありがとうございます。まあ、最後まとめですけれども、1年ぶりのこのシングルというのが本当に楽しみでした。でですね、これ一つ大事なのはですね、この7人体制であるということなんですね。まあ実を言うと、まあご存知の方も多いでしょうけれども、今、ジュースジュースと椿ファクトリーはオーディションを行っています。ということで、多分おそらく次何かこう、シングルやらアルバム出すときは、多分新メンバーが入ってる可能性高いんですよ。ですので、ある意味で本当に貴重な、シングルだなということで、私も大事にしたいなというふうに思います。でですね、今回の特に、まあ、ご紹介しました、ダウンタウンはかっこよくて大人。そして、頑張れないよは、こう、おしとやかで優しい感じですよね。この、明るくアップテンポのですね、大人っぽさと、こう、おしとやかな優しいバラード。この、ジュースジュースのこのね、相反するけども、ね、二つの面白い味がある。これをですね、楽しめるというのは本当に面白い構成だというふうに思っております。まあ、ジュースジュースは本当に今、歌もうまいですし、あとダンスもやっぱり結構ですね、すごいので、ぜひ、ミュージックビデオとか、まあ、現場、というか、まあ、ライブですよね。それ見ながら、この曲とか、まあ、いろんな曲をですね、聴いて、ぜひ、ジュースジュースから元気をいただければというふうに思います。今回、本当にシングル2曲、楽しみでした。本当にジュースジュースの皆様、ありがとう。ということでですね、以上、曲の紹介と、開封の儀でございました。最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございます。あ、やっぱジュースジュースいいなと思った方、ぜひですね、まずは YouTube で公式のミュージックビデオありますので、聞いてみるのがいいかもしれません。そして、まあ、オンラインでもね、買えますので、そして、ぜひ、ジュースジュースの虜になってください。ね、そして、この私の動画もですね、あ、結構、やっぱジュースジュースいいなと思ってくださったら幸いですし、いいねボタンを押してくださると、本当に励みになります。そして、チャンネル登録もしていただければ、本当にありがたいです。まあ、5月になってですね、まあ、最低2つぐらいは、ハロプロの話題も行おうかなと考えておりますので、どうか、これからもお付き合いよろしくお願いいたします。それでは、また。今日も推しのために働く。